おはようございます。おっすです。おはようございます。おはようございます。はい、ということで経営ミーティング終了しました。いやー、いいですね。毎週月曜日の朝からいつも経営ミーティングなんですけど、7時半からね、なんかこうテンションが上がりますね、毎回みんな本気って感じなんで刺激もらってます。やります。早めについておくと今、たけしと、あきおさんとミーティング終了しました。朝ごはん、ぶちかましたいと思います。はいっす。お疲れ様です。Recording in progress. おいーす。お願いします。まあ終わったんで、ジム行きます。ハードワークに立ち向かうビジネスマンのたしなみ、ビズウィード。はい、なぎらからおすすめされたこの CBD のね、これ結構高濃度らしいんでちょっと吸ってみたいと思います。これはコーヒー味なんで、どっちかというと目覚める系のやつですね、多分だけど。お願いします。ありがとうございます。めっちゃ腹減りました。あれ行っちゃいます。今から、横浜の方に車の部品を取りに行って、その後江ノ島サウナに行って、動画を撮影して、会議してきます。部品着いたのでこれから江ノ島に向かいたいと思います。
はい、皆さんどうもこんにちは、アマテラス村岡です。はい、ということで、ついこさんこんにちは。確かに。で、僕初めてサウナハット使ったんですけど、なんかこれで頭が回る。はい、今、江ノ島サウナの会議と、動画の撮影が終わりましたんで、これから、戻りたいと思います。はい、なんか今日大寒波みたいなのが来てて、さっき車で帰ってきてる時も雪降ってたんですけど、ちょっとね部屋がねピンチです。これ寒いっすね。これね、僕の部屋なんですけど、あの窓にカーテンがついてなくて、冷気がめちゃくちゃ来てるんで、これあの今暖房つけとヒーターつけてるんですけど、ちょっとやばいですね。このままでは凍え死んでしまいます。カーテンを頼みたいと思います。お疲れ様です。元気？なんとか保ってます。なんか大丈夫？なんか顔が。これですよ、ハリーの。お客さん的にはああいうの見ても。はい、今から一回、オフィスに向かいたいと思います。寒っ、やばいんですけど、寒さ。3000円だった、これ。いや、6000円しました。え、いいやつ買った。いや、なんか普通に置いてある。すごっ、剣心やん。まだっすね、暑そう。今日は本当に寒い。来月ですはい、今からですね、ちょっとキャンプの道具、キャンプ用品をですね、ちょっと買っていきたいと思います。はい、今、お台場のアウトドアショップに行ってですね、ちょっとキャンプ用品を見てきたんですけれども、まあ、2月ぐらいからちょっとキャンプに、あの車もね買ったんでキャンプに行きたいなと思って、道具を実際にやっぱり 見た方がいいかなと思って見てきたんですけど、なんかこう実際見るとこれだっていう感じのが分からなくて、まあ、何も買ってこなかったんですけど、まあ、ネットとかで調べて、まず最低限のキャンプ用品を用意して、一回ちょっとソロキャンプで行ってみようかなと思ってるので、もしこれ見てる中にあの
キャンプ、ソロキャンプとか行ったことあるよっていう人で、なんかおすすめの道具とかブランドとかあったら、教えてもらえると嬉しいです。こんな感じのサムネです。今からジム行きます。シーザーさん、あ、お久しぶりです。あ、久しぶりです。先生、よろしくお願いします。今、打ち合わせ終了しました。今ね、とんでもないサプリを作ろうとしておりますので、まあ、詳細決まりましたら、紹介させていただきます。これは非常に楽しみでございます。今からね、移動して、私の実の父親に会いに行きたいと思います。ということで、今家に戻ってきました。で、これからですね、今日はセミナーがあるので、これからオフィスに向かってセミナーの準備をしたいと思います。セミナーです。今から、セミナーです。世の中の役に立った分がお金になるじゃん、資本主義の社会だと。一人の人間が前にいたとして、喜ばせるスキルって何個持ってる？さよなら。ございます。
ます。おいっす。皆さんよろしくお願いします。はい、今リミットのね、研修が終わりました。組織として強くなっていかないといけないので、日々勉強でございます。ジム行きます。寒くてしょうがなかった我が部屋にブラインドがつきました。部屋がですね、めちゃくちゃあったかいです。カーテンすげえ。はい、久しぶりです。久しぶりです。どういっす。どうでしょう。すごい解像度。はい、今ケンタロウとの、ミーティングが終了しました。これもうでもね、何でもそうなんですけど、なんかの一期生とか創業期のメンバーってメンタルが決まってる人が多いんですよね。うん、なんかうまくいってるから入ろうとかそういうのがなしで、うまくいくかどうか分かんない状態で行くぞって決断してるわけじゃないですか、創業期とか一期生とかって。だからやっぱり決断された状態で入ってる人たちなんですよね。なんかそこの意識とかってやっぱすごくこういいな、いいな、語彙力ちょっとあれなんですけど、すごいいいなと思うんですよ。なんかそういうのを毎回喋ると感じますね。いやー、時間が過ぎるのが早いですね。ちょっと来週以降のスケジュールなんかいろいろ立ててたんですけれども、やっぱ自分が思ってるより時間が少ない、足りない感じですね。膝はい、皆さん今週もルーティン動画見ていただきありがとうございました、ね、今週も本当にいろんなことあったんですけれども、自分の中で今ね、人生の中で重要視してるのってやっぱ楽しいことっていうことで、まあ非常にこう今ゴール B の仕事も楽しいし、リミットのメンバーもねすごく今成長してきてて、リミットもすごく熱かったりで、そういうふうにメンバーをチーム組んでやっていったりする、仕事もすごい楽しいですし、まあこういった車をちょっといじってみたり、キャンプ自然に行ったりっていう楽しさもあって、やっぱりこう楽しんでいくっていうことってすごい僕の中で重要なんですよね。どんなことでもこう楽しくするにはってこう考えたりするのが昔から結構好きで、なんかそういう自分の原点、小学生の時からまあやってること変わんないっていうところもなんか自分に合ってるのかななんて思いつつなんですけれども、こうやってやってるとこう DM とかで相談されたりとか、もっとねどう楽しく働くにはどうしたらいいかとか、もっと稼ぐにはどうしたらいいかって相談もらったりすることがあるんですけれども、なんかやっぱそういう時にこう雇用を作ってあげたりとか、じゃあそれやってみたらっていうような力がまだ自分にないっていうところがちょっと今悔しいというか、まあ、さっき言った楽しいところにもつながるんですよ。こういう仕事したいって言ってる人に対して、じゃあそれやってみたらってこう言ってあげられるような人になれたら、やっぱりもっと自分自身が楽しいのかなっていうのがあって、結局今僕がしてあげられることがなかったりっていう自分の力不足でそういう風になっちゃってるっていうところがね、ちょっと悔しさもありつつなんてことをね最近感じております。これ見てる皆さんはどういう時が楽しいですかね。それすごい気になるんで、もうぜひコメント欄とかで教えていただけると嬉しいんですけれども、で来週以降もね楽しいことをやって、人生をね打ち上げていきたいなと思います。皆さんは今週はどんな1週間だったでしょうか。来週もね、気合い入れてやっていきましょう。ここまで見ていただいた皆さんありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。目覚めろ日本人。